にちは。ちょっと本屋さんに行くの。面白いっていうか、着物雑誌なんだ。そうなの。もらえるみたいなんだけど、自分のお小遣いで買いたいなって思って。うん、なんだか恥ずかしい。ずっと緊張してたな。緊張しすぎて、ところどころ記憶がないくらい。それは、お姉ちゃんがいてくれたからだよ。もちろんそれもあるけど、ちょっと違うというか。ちゃんとできるところを見せたくて、いつまでもお姉ちゃんに面倒はかけられないから。だから、お姉ちゃんは大好きだけど、認められたいっていうか、結局、自分のためだよ。ありがとう。ルビーより、お姉ちゃんの写真を見てほしいな。びっくりするくらい綺麗なんだよ。絶対に後悔はさせません。もちろん、一緒に行こう。